こんにちは、ナミさん。今回は動画の方ね、3本送っていただきました。まあ、その一つで、体の枝のステーキングの61回目の報酬結果、こちらの方の動画、取り上げていこうかと思いますんで、この動画のね、後ろの方につけておきますけども、そして概要欄か、概要欄にもつけておきますけどもね、ナ、ま、ミ、あ、さん、こうやって、えー、毎週毎週、というかね、週っていう言い方おかしいですね。5日に1回なんで、5日に1回、まあ、5日に1回っていうと、FX の1週間みたいですね。 それもなんか関係があるんでしょうか。まあそういった感じでね、定期的にレポートを上げていただくんで、体の枝に対していつも意識を向けておくことができます。きっと、この動画を作られているナミさんも同じ気持ちじゃないかなと思いますね。はい。じゃあこれからもね、体枝のステーキングの報酬動画、よろしくお願いします。ご無理のないようにね、送ってください。また通信環境で恵まれないなっていうのは、たびたび感じるんですよ。 私の住んでるところはまあ田舎なんですけどもおかげさまでね通信環境はすごく安定してますんでね、うん、ありがたいなと思います前にインドネシア行った時とか旅行中に、まあ、ある県に行った時って本当にね一晩かかってやっと動画が1個しか上がらないみたいな事態があってああこういうことあるんだなと思いましたね、うん、さらなる通信環境のうん、まあ、発展に期待したいですねそれでは本日は以上です動画の方ナミさんのね 概要欄からご覧ください。よろしくお願いします。